皆さんこんこにちは、えー、航空写真家のチャーリー・リです、えー、今日はですね、えー、航空写真について、えー、撮影の魅力あと、えー、ライトルームを使った、えー、現像の仕方を、えー、解説させていただきたいと思います。また私ですがあの旅客機専門の航空写真家ということで、えー、普段ですね、えー、航空会社、まあ、日本の航空会社と外資系の航空会社ですとかあとはの空港会社例えば成田空港とか中部国際空港とかいろいろありますけど 空港会社さんから依頼を受けて撮影をしております。まあ、その他にですね、例えば飛行学校ですとかヘリコプターの会社、プライベートジェットの会社などなど、民間機は一通りあのもうして撮影をしているっていうまああのちょっと特殊な写真家であります。まずこのどんな仕事をしているかっていうのをちょっと解説させていただきたいんですが、まずこの写真 一枚目ですが、これあの成田空港の公式ホームページです。こういう感じでですね、空港の公式写真ということで、これちなみにあのヘリコプターを飛ばして、えー、上から撮影をしております。私あの飛行機とあのヘリコプターのパイロット資格を持っているので、あの空撮の仕事も多くてですね、こうやって実際毎週のようにいろいろなところで飛んで撮影をしております。でこういうのもそうですし、あとあのこれ中部国際空港です。 えー、中部国際空港オフィシャルカメラマン今月の1枚ということでですね毎月フェイスブックで連載もしてますしあのホームページでえーどこで航空写真中部ですと撮ったらいいかなんていうこともご案内させていただいてますしあと空港であの写真を撮るにあたりですね毎月あのワンポイント解説例えば夜の流し撮りですとか、えー、この時間はここがいいとかですねそんな解説もしてますので是非公式ページ見ていただければと思います。 あとあの航空会社の仕事ですとあのこんな感じでですね、えー、日本航空のカレンダー最近あの普通のカレンダーもやっているんですが最近あのカメラの性能が良くなったのでこのナイトフライトって言ってですね夜だけなんですね夜だけで、えー、12枚12か月分プラス表紙なので13枚の写真なんですが結構難しいんですが、まあ、こんな仕事もやったりしてます。あとと空港のカレンダーですとか え空港のフォトトコンテストの審査員なんかもしてますあとこれあのデルタ航空の,あのポストカードとかですね結構あの新規就航ですとか新路線ですね新しい路線が飛んで撮ってほしいとかあと新しい座席ができたとかですね新しい飛行機が納入されたとかあとあの,その撮影取材に行ってほしいとかですね、えー、まあコロナ前までは毎月のように海外飛んでるっていう感じでですね 今になってあのコロナ、えー、になってからは国内がメインですが、えー、航空会社の仕事でこういうポストカードフェイスブック SNS などなど、えー、撮影をしておりますでいくつか旅客機の本そうですねこれまで30冊以上出してますがこれが2022年に出した本で今も新しい本またあの書いてるところなんですけど結構これいろんなところからあのラジオで読んでいただいてですね「えー、世界の魔改造旅客機」ということで。 あの旅客機をいろいろな用途に改造している飛行機っていうちょっとマニアックな本なんですがこんなのもあのイカロス出出版からてててまますすのでぜひ手に取っっいただければと思ってますこれも合わせて飛行機の魅力ってあのまあ車とか鉄道と違ってですねまあメインでエアバスとボーイングっていう旅客機メーカー聞いたことあると思うんですがそうですね両方合わせてもえ日本に来てるものですと20種類ないんですね。 ですので、すの飛行機の魅力ってやっぱりカラーリングを楽しんでいただくでこの「エアラインマーキング全600」ということであの世界の航空会社のカラーリングこの当時あの現行の、まあ、ペイントもちょこちょこ変わるんですが現行塗装のものもを600社集めてます。でこれも結構あの大ヒットしてる本でまたこれの新しいのを今作成しているところですのであのこれとはまた別の本なのでぜひこんなものもあの作ってますしあのぜひペイントをですね あの体験、えー、見ていただいて楽しんでいただければというふうに思ってます。で、まあ、あのオフィシャル撮影ですので、これなんかはあのアメリカの大統領専用機エアフォースワンです、えー、これはですね。サミット伊勢志摩サミットですね。の公式カメラマンで私中部国際空港に入りまして、飛来する vip 機を全部撮ってました。で、その後の g20 大阪サミットもあの撮影をしてました。り、あと。 えー、こういう VIP の機体が集結する時にあとはあの海,外海外撮影ですね結構魅力なのでこれはオーストリアのインスブルックっていうところですがスキーリゾートなんですが、えー、自分のイメージしてる絵があってなかなか撮れないので20年かかってですねようやく撮れた一枚がこんな感じなんですがあのー。 便数もそんなに多くなくてですね前日に雪が降らないとこの後ろの山に雪が積もらないんですねで、スキーリゾートなんですけどじゃあ1月とか2月に行けば取れるかっていうと何回も今まで試してますけど行っても雪がないとか逆に天気が悪すぎると飛行機が結構になって来なくなってしまうので取れないということで前日に雪が降ってでなおかつ 翌日がが晴れれてて青空が出ななないっていいとっうシーンなんですけど20年越しのカットを、えー、これ撮った一枚なんですけどこんな感じでですね世界中の空港にアンテナ貼ってあそこの空港にこの時期行って風向きがこっちだったらこういうのが撮れるかなとかですね、えー、考えて、えー、過ごしております。で今ちょっと風向きのお話をしたんですけど私の,あのカメラバッグの中にはこういうあの航空無線機が入ってます。えー、もちろんん合法でですあの受信しかできません え普段あの手軽なのはフライトレーダーっていうスマホのアプリがあるんですけどフライトレーダーっていうアプリを使うとですねそうですね情報が出ますあの無料のアプリでも結構使えますのであの初心者の方は是非私もあの主に、えー、フライトレーダー24というアプリを使っているんですけど例えば狙いたい飛行機が、えー、成田空港なんか滑走路が2本あります。 A カス走路と B カス走路ありますどっちに降りてくんのっていうのはそのフライトレーダーだと到着ギリギリまでわからないんですね。となるとこの無線機を使ってちょっと専門的になるんですが、えー、A 滑走路に行きますよ B 滑走路に行きますよっていうのを合法的に聞いてでその撮影ポイントに向かうっていうことをしてます。なかなかか航空写真奥があの深いので え最初フライトレーダーから入っていただいてですねいろいろ興味持っていただいてちょっと無線面白そうだなとか聞いてみたいなとかあの慣れれば専門用語なのであの全部会話は英語なんですが英語って言っても英語ができなくても私もあの中学生ぐらいから聞いてますのであのこんな航空無線機そうですね2万円とか3万円ぐらいでそこそこなのが入りますあとあとの,のでそういうのでちょっと興味ある方は見てみてください。 でこれあの、見たことある方もいらっしゃると思いますけど、えー、カリブ海のセンントマーティンというです、ね、あの空港ですあの。ビーチすれすれに飛行機が到着する空港で今結構有名でテレビにも出,たんですが出てますけどあの十数年前そうですね20年前に私が行ってあのここを開発したというか。あのー えー、世に知らしめた日本でにですね初めてあの記事にして写真を提供したんですけど当時はこの合成だと言われた場所なんですけど今は結構有名になって日本からもツアーが出てます。こんな感じであのカリブ海のビーチリゾートなんですが真上を飛行機がバーンと飛んでくるですねこんなところに行ったりもしてます。なのでこういうふうにあの皆様がなかなか知られてない空港に行って、えー、見たことない写真を撮るのが醍醐味だなというふうに思ってます。 でそんな感じでこうやってのトレジャードエアポートということで、えー、最新の写真集を23年前に出しましたあの海外オンリーの写真集ですので海外オンリーの空港なのでぜひですねあのこれもぜひ見ていただければと思ってますほかにですねこうやってあのプライベートジェットの撮影 最近あのインバウンドのお客さんなんかも増えてきましたのでプライベートジェットからヘリコプターに乗り継ぐとかあとあのこの前も発売開始した時にちょっと私記者会見立ち会ったんですけど日本からハワイ往復プライベートジェットで7000万円とかですね実際そういう問い合わせもあるんですが貸し切りで飛行機をチャーターしていくこういう飛行機の撮影なんかもしてます。結構日本もあの 名だたる企業とかあとあのセレブの方が実際プライベートジェットを持ってますのであのそういう会社のヘリコプターとか、えー、飛行機の撮影もよくしてますあとこんな感じでですねこれ見ていただければと思うんですが空撮のの時ヘリコプターのドアを外してます実際この後ろに乗ってで、あのー、細かい何フィート上とかですね機種をこっち方向に向けてくれとか。 あと何ノットに速度を下げてくれとかそんないう細かい指示を出しながらあのこうやってどう外して撮影をしてます。あとはですねこれ先月なんですが、えー、高松あごめんなさい高知からですね高知から熊本まであの撮影終わってであの機体を 撮影のこの機体を改装しなきゃいけないので自分で操縦してあの熊本まで飛んでってます。ということであの自分でですね撮影現場で乗り込んで,でそこで空撮してもちろんあのパイロットは変わりますけど撮影をしているっていうのがあの得意分野です。で日々の上から撮るとですねこういう感じでこれちなみに成田空港を離陸する、えー、キャセイパシフィック航空のジャンボ貨物機なんですがあの下のですね あの田んぼとか畑の緑がすごい綺麗なんですがこういう感じで飛んでる飛行機ってやっぱり上から撮ると美しいのでなかなか普通の方はできないですがこれが私のまあこれもあの最近羽田空港の新ルートと言われてですねえ南風の時特に夏場が多いですが3時以降になるとえ新宿渋谷というふうに通って羽田空港に着陸してきますでこれ後ろが国会議事堂です。 もちろんあの国会議事堂の上を飛んでるわけではなく手前の六本木ですとか、えー、渋谷の上辺りなんですがそれをさらに西側から撮ることによってこの後ろに国会議事堂が映るというですねこういうポジションを探しながら撮影をしてます。これもそうですね、あのー、アメリカ・ロサンゼルスですがビーチの上を離陸する飛行機とかですね、えー、こういう空撮をしょっちゅうやってますし、あのー、こういう小さい飛行機も撮影頼まれるんですがこれ難しいのがですね レンズの焦点距離70ミリ台なんですね75ミリとかで小さい飛行機でプロペラ機なのでポイントとしてはプロペラを回したいんですね。ということは高速シャッターを切らなきゃ切るとプロペラが止まってしまうなのでスローシャッター125分の1とかでもこちらも飛んでてドアがないのでブレますんでそれをなんとか抑えながらしかもあの近くに寄ってで向こうの飛行機にも指示を出して撮るというこういうこともやってます。結構楽しいんですが えー、めちゃくちゃ難易度が高い撮影でもありますこれがその今撮影機なんですけど実際これ私があの飛ばして、えー、熊本であの撮影現場まで持って行ってその帰りなんですが熊本空港に着陸する時ですがこんな感じでですね、あのー、実際現場まで飛ばしますしあと上空から乗って、えー、飛ばすこともあります。でこののの場合右にもう1人パイロットが乗ってますので空の時はあのー この小窓から撮るとかですね、えー、場合によってはあのー、合法で窓を開けて撮影することもあります。まあこんなこともやってます。これ見ていただければわかると思いますけど、あの阿蘇山の阿蘇の噴火口なんですが、小さい飛行機四機飛んでるのかわかりますでしょうか。今飛ばしているこれ日本のあのアイロスバルって言ってあのスバルの富士重工製の飛行機なんですが、これ四機変態飛行をやってるところを、えー、上から。 ヘリで追っかけて撮影をしています。こういうこともやってます。えー、こちらはですね、あのー、まあコロナ禍になって世界の航空需要が減ったので、私もちょっとここ2年あの実際仕事が暇になってしまったんですけど、あのー、納入できない飛行機がアメリカにずらっと並んでるんですね。それを取りに行きたいということで、ただし定期便が行ってないような砂漠のど真ん中の空港なので、これも自分で飛んでって撮影をしてます。もう世界中のあのー。 飛行機これ見てもエアカナダですとか、えー、韓国イースタージェットとかですね、えー、中国の航空会社ですとかエチオピアとかアメリカのサウスウエストとかさまざまな会社がありますけど、えー、これボーイング737という新しい飛行機ですがこんな感じでずらっと止まっている、えーまあ、飛行機見てるとですね世界の,その経営状況というか、あのー、景気の浮き沈みが分かるなっていうのもこうやってあの飛行機見てると分かるなっていうのも楽しみの一つだと思ってます。 あとまあさっきカレンダーでもご説明しましたけど今ね夜撮れるんですよこれ見ていただきたいのがのの日の成田ですでこれ翼の後ろが霧であのライトが光ってまして虹になってるのが分かりますでしょうかベーパーといったの水蒸気がブワッと翼の後ろにあの出るんですけどそれを狙って斜め後ろからですとウイングライトっていってあの翼にライトが当たってるんですね。でそれによってあの虹色になる。ここういういとでですね 私あのまあ、いいチャンスを狙うために空港の滑走路のそばに、えー、わざわざ引っ越して住んでますなのでちょっと今夜霧が出るとかそういった時にはですね撮影に行ってます、えー、またこちらもそうですこれあの伊丹空港のあの有名な撮影ポイント千里川っていうところなんですけどやはり今高感度性能が非常にいいのであの後ほどあの高感度の撮影の画像収納 現像も説明したいと思いますけど今こうやってですね一昔前は撮撮れれなかった夜の飛飛んんででるる行機が止めて撮れるんですよね昔は流し撮りするしかなかったのが今ある程度の高速シャッターを切れてバシッと撮れるなのでこういう夜の飛行機写真っていうのもまた魅力の一つになってます。はい、で、えーまあ、私あの成田に住んでますので成田空港魅力なのが空港のそばが里山があるんですね。 でこれあの春の成田空港桜です桜の時期って結構春霞みで空があの白っぽくなってしまうんですがあの年にそうですね1日か2日、まあ、タイミングいいと3日ぐらいは青空バックで撮影ができるということでこうやってあの桜と飛行機の絡み、えー、これも当然空が青くなきゃいけないですし飛行機ってあの向かい風に向かって離着陸をするのでこれあの北風なんですが北風でないとここの2 このの離陸の飛行機が来ないというなかなか難しいんですが、えー、全てタイミングがはまった時の1枚がこんな感じです。で続いてあのこれも春の成田ですが、えー、菜の花です一面の菜の花畑、まあ、あの公園みたいになってるのでこの真ん中の通路のところに人が入ってしまうこともあるんですけど、えー、誰もいないタイミングを見計らって撮影をしてます。こうやってですね、自然と飛行機のコラボレーション、 まあ機体に光が当たっててなおかつ青空、まあ、もしくは雲があってもいいんですけどなかなかないチャンスこれ飛行機がないとただな風景写真になってしまいますのでここに飛行機が来るか来ないかが結構大きなポイントなんですが、えー、こういう感じでですね、まあ、天気勝勝負負風向き勝負で毎日過ごしてますで同じくですね、えー、これ成田空港のあのそばにある公式な撮影ポイントで飛行機の丘というところなんですけど。 えー、朝日が昇る前でですすちょうど冬の時期ですねあの成田空港って運用開始が空港がオープンするのが朝6時からなんですが冬そうですね11月中旬以降ですと、えー、日の出が6時台になります、えー、6時10分とか6時半とかとなると日の出前からあの現場に行けるんですね。で到着1番機2番機ですとか日の出前の飛行機が撮影できます。 そうするとこうやってあのハート型のオブジェがあるのでその横を着陸機がとっくるというそういうシーンを冬しか撮れないえこんなシーンも求めてですね寒いいんですすけどえ行ったりしてますはいこれも同じようにあのツツジです成田空港のそばあのやっぱり日本の田舎みたいなですねえ田んぼあり畑ありあと季節になったら鯉のぼりがあるとかひまわりがあるとかさまざまな魅力があるので あのなかなか都会の空港ですとこうやってあの自然とのコラボレーション撮影するのが難しいんですが、えー、里山の風景と飛行機っていうコラボレーション、あのー、非常に魅力的なので是非あ,あ,あともう一つですね風景と飛行機を絡めるのがあの写真の醍醐味ではありますがもう一つさっきも言いましたけどこの飛行機のカラーリング これエールフランス航空のカラーリングですが、後ろにですね、ちょっとあのペイントが入ってます。こうやってあの特別塗装機って結構キャラクターものもありますし、日本の航空会社でもいろんなカラーリングが出ます。これもそうですね。メキシコの航空会社アイロメキコっていうナレタ空港に定期便で来ている会社なんですが、こうやって特別塗装が来たりもしますので、こういうカラーリングが来るとえ結構大きいあの大勢の飛行機ファンがドバッとあの撮影ポイントに詰めてですね。 で狙ってますしあともう一つの楽しみ方がですね、えーまあ、これもあのペイントとしてはアメリカン航空もう分かりやすい尾翼のこのアメリカっていう星条機のカラーなんですけど飛行機の後ろにあの番号がありますこれ N830AN っていう書いてありますけど、えー、車でいうナンバープレートなんですが世界にこれははつと同じものはないですなのでこの番号を集めるっていう趣味も結構あります。私もあのー えー、よくセミナーをやったりもしますけど例えば、えー、日本航空の787全部集めたとかですね全日空の ボーイング全部コンプリートしたとかあの一機一気集めることによってコンプリートするっていう、まあ、日本人独特というかヨーロッパでも結構メジャーな趣味なんですが飛行機の番号を集める趣味っていうのもあるので、えー、撮影して23年の方が結構ハマるパターンもあるので私も30年やって飽きない趣味なのでそういう番号を集めるっていう楽しみもあります。まあ、こんんな感じででですすね、えー、飛行機機写真を楽しし、えー、いたただきたく紹介しておりますがあとあの機内から 撮影するときに私のカメラバッグにいつも入っているのがあの忍者レフです、えー。ご存知の方も多いかもしれませんが、ここにレンズを突っ込んで、えー、ガラスに当てると飛行機の窓ってあの三重になってるのであのー、結構反射が入ってしまうんです。特に夜の撮影なんかですと反射します。なので広角レンズに、えー、ここにレンズを突っ込んで。 これ反対側白ですけど白の方を使っちゃうと駄目なので黒い方を外側に向けて撮るとですね、えー、ガラスの反射あの機内の照明の反射をカットできるので便利です。こんな感じで忍者レフもも、あのー、カメラバッグにいつも入ってます。という感じで、あのー、簡単にイントロダクションを説明させていただきましたけどこれからですね Lightroom を使った画像処理の仕方をご説明させていただきたいと思います。 まず1枚目のこの写真です、えー、こちら撮影の現場はですね成田空港なんですがいろいろ秋,、ま、秋の紅葉を求めてさまよってたらですねいい感じのところに飛行機と絡みそうな位置に紅葉があったんですで、えーまあ、紅葉ってあの順行で撮るのもいいんですけど結構逆光の方がこの葉っぱの色が出たりします。であえてこの順行よりもちょっと逆光の時間を狙って撮影に行きました。ただし PL フィルターも使って色を出したんですがあの写真撮ってみたら撮ってみてですねで、えー、事務所に戻って写真をパソコンに落としてみると思った色とちょっと違うなと、まあ、実際写真ってその現場でこうだったという色とあと、まあ、皆さんの自宅なりね事務所に戻ってきてパソコンで見るとちょっと違うなというのは往々にしてあると思います。まあ、あのここここのの場合もそうなんでですすけどでこれは、えー、ここからですねあのロー現像の処理をしましまて 私の希望,希望としてはもうちょっとこの紅葉を鮮やかに出したいであと逆光なので飛行機もちょっと暗くなってしまってるこの辺をですねもうちょっとクリアにきれいに出したいというふうに思ってます。ということで、えー、作業をしていきたいと思うんですがまずあの露光量なんですがそうですねちょっと明るくした方がいいかなちょっとこれを今明るくしてます。だいいぶこのがが出てきてきははると思うんですがでコントトラストは まあこれなるべく上から行くあの戻ることもありますけど、えー、コントラスト下げた方がいいのか上げた方がいいのか上げすぎると、あのー、パキッとはなるんですけどちょっと崩壊する寸前になる感じもあります。で下げるとちょっと写真が眠くなっちゃうのでちょっと悩ましいところですが、まあ、適度なところこんぐらいかなという感じです。で今回のここのポイントとしてはですね、えー、サイドこのサイドを上げたいと思います。 で上げすぎるとやっぱりあのノイズ色ノイズ、えー、が出てしまうのであのー、ほどほどにしたいと思うんですけどこれをちょっと自然なサイドとサイドと2つありますけど、えー、自然なサイドだとあのー、地味になってるところだけを上げてくれますがサイドを使うと全体に上がるのでまずは自然なサイドからちょっと上げてみたいと思います。これゆっっっくりやりやすぎるとととちちょょ上げて、うん、全体的にももうちょっと青空も 明るく鮮やかな方がいいのでちょっとこんな感じで上げます。でこうやって上がってきましたまあまあいい感じで、えー、この辺はもうやりすぎるとですね良くないのでやりすぎたら戻していただきたいんですけどでここまでやるとですねちょっと奥の方になんか邪魔なものが <laughs> よく見ると <laughs> 目立ってきてもしかしたらちょっと角度的に、まあ、木を見ると大丈夫な感じもあるんですけど、えー、ちょっと修正したいなと。 いうことでですねちょっと角度を変えたいと思いますなので、うん、このくらいかなちょっと今2度ぐらいですほんの2度3度ですけどやはり人間の目ってすごい正確なのでえ3度狂ってるとだいぶ斜めになっている感じがありますで、さっきあの説明してましたようにちょっと下のところに明るくしてみたらその時暗い時は見えなかったなんか余計なものが映ってるのでちょっと邪魔なのでこれを カットしたいと思うので今傾き修正をしましたでその後にこれをちょっとですね上げて写真のあの対比は変えずにちょっと上げましたそうするとバランス見て空もちょっと多いかなこんなもんかなという感じでですね、えー、これで完成形になってきたかなとはいこんな感じでまあ、もうちょっと派手にした方が良ければさらに上げても ここを上げすすぎるとですね、えー、見てみてみください SNS とかにはいいんですがプリントすると明らかににに機体にもこの黄色い色いがっっっちゃってちゃてょっと不自然になりますなので SNS だったらこのぐらいでもいいかもしれませんが実際にプリントとなると派手すぎると「あこれやってるな」っていうのがですね、あのー、出過ぎてしまいますのでほどほどに押さえていただいてで、えー、このくらいなんですけどあとシャドウをちょっと上げてもいいかなと。この辺が 暗いので私としてはこの画面だとシャドウをちょっと上げますシャドウをちょっと上げるとあ、いい感じになってきましたねはいあの上げすぎると良くないので、えー、ほんの少しそうすると最初のカットから比べて全体的に明るくなりましたし機体の下も、えー、逆光なので影が暗くなってましたけどシャドウを上げることによってここも生きてきましたこれあのーえー、香港航空っていうあのオレンジと黄色の カラーですけどちょうどですねこの紅葉と相まっていい感じに仕上がったかと思いますまずこんな感じで紅葉の写真を一つ調整してみましたそれでは次の写真こちらの写真ですが場所は福岡空港ですで福岡空港の,あのそばのです、ね、山の上にそうですね 30分かけて、えー、約2キロの距離まあ標高としては2 5 0ートルぐらいの山なんですけど、えー、そこまで朝の撮影ポイントで登りました朝しか、あのー、光線がよくなくてですねでなおかつある程度望遠使います、えー、それこそ100500とか600ミリとかの望遠使いますので夏場に行くとですね陽炎が出るんですよなので秋冬のポイント、えー、秋冬の朝市に行って、えー、わざわざここに登りましたで天気予報晴れ だったんですが登ってみたらですねまあ、こんなもんですよそんな簡単にね飛行写真撮らしてくんないんです <laughs> これ写真見ていただくと分かりますけど結構霞んでるんですよいや参ったなとせっかく来たのでまあ、撮影はしましたけど案の定あんまりクリアじゃないといや私の頭の中では結構クリアなカットを撮ってるつもりなんですけど仕上がり見たら、えー、あんまりクリアではないということであのこれをもうちょっとパキッと えー、コントトラスを上げて分かりやすくスッキリとしたもちろん、あのー、写真ってコンディションが一番なのでベストなコンディションの日に撮ったものがベストなんですけどとはいえそんなに、あのー、年に何回も福岡空港朝一天気のいい日、えー、行っていくことはできないので撮れた写真である程度いいものにしたいということでですね、まあ、これ上からまた調整していきたいところなんですけど。 まあコントラストもちょっといじりたいところなんですがこのライトルームのポイントでですねえ下げていただくと霞除去というのがありますこの効果のところで霞除去明瞭度まあ似たようなあの効果があるんですけどこの霞除去この写真最初の写真これ見てみてくださいこれと今霞除去をちょっと上げます。 ここれれゆっくくりり上げていくとこれ分かりますよね何にもしてない時よりは後ろがかなり出てきましたやりすぎるとやはりノイズに出ちゃうのでこれもほどほどここまで全部上げちゃうとちょっと不自然ですよねなのでほどほどのところうんちょっとやりすぎかなこんなもんかなで、えー、明瞭度もちょっとうん明るくしてでここで気をつけたいのがこれ ANA のボーイング787っていう飛行機ですけどこのノーズのところに光が 強く当たっててますここは白飛びして不自然にならななないい程度に見てて調整をしたいなと思ってますなのでこれが限界かなこれ以上やるとこれ以上やるとですねこれあのちょっと色も失われてきますしあの白飛びも顕著に出てくるのでほどほどなところ、えー、こんなもんかなっていう感じがするんですけどこれいじったらちょっと画面がまあ朝の光なので黄色いなとこれがちょっと。 気に入らないなといいいととととうここでですすね色温度、えー、これをちょっっ調整したいと思ってます今これ撮影時が、えーまあ、オートファイトバランスでやっとった記憶があるんですが今これ5650っていうふうになってますけどあのー、ちょっと下げるとですね青みが増してくると思うのでこれをゆっくり下げてきます。こんな感じでちょっと下がってったかなとそうすると。 元より青が多くなりましたけどまあパキッとでまだちょっと黄色がこの辺の黄色がですね、まあ、朝日冬の朝日なので仕方がないんですがちょっと黄色が気になるなとですのでこのカラーミキサーの黄色のところ黄色だけちょっと下げてサイドも黄色だけですねあだいぶ変わりましたねこの色相とサイドをちょっと変えましたこんな感じでかなりメリヘリがついてきたんですけどあと2つほど。 そうですねコントラスト・露光量どっちいじるかちょっとこの露光量をちょ若干明るくしてもいいのかなと白飛びしない程度にほんの少しで、えー、飛行機写真私結構使うんですがこのシャドウ全体的にこの飛行機の下とか街がちょっと暗いのでほんの少しこれもちょっとシャドウを加えてあげると下が生きてきますで場合によってはよく見るとですね 若干ちょっっっといじたたので色ノイズっぽく出てきたなとなのでちょっとノイズ処理をしてあげたいなというふうに思います。なので、えー、ノイズ軽減をちょこっとこれも加えます。そうすると滑らかになってくると思いますのでこれでだいぶノイズも見えなくなったかなという感じがします。えまあ、これロー現像なのでローから 調整していただいて、えー、よく私あの教室でも言いますけどローと JPEG ラージで普通は撮ってますけどいじるんだったらもう RAW、えー、をしっかりいじっていただくであのー、巡行で真っ昼間で青空バックとかですともう何もいじらなくていいような写真がいっぱい撮れますなんですが有形とかこうやってちょっと朝の光とかですね、えー、コンディションが真っ昼間じゃないとその場でいろいろ設定したとしてもやっぱり 自分のでてしまいま絵のでこうやって現像することが必要です。で、いろんなところの,あの航空写真のフォトコンテストの審査員もやらせていただいてますけど最近よく多いのがあの色をつけすぎやりすぎ SNS だったらいいんですけども色がどぎつくなっちゃう方もいらっしゃいますけど、えー、結構画像処理って皆さんあのやってったらもう わか,かんなくなったって方もいらっしゃいますのでそうすると戻っていただいて最初からやっていただいた方がいいんですがやりすぎないで、えー、いいところで止めてそれでプリントしていただくっていうのがコツだと思います、えー、この写真ですと、まあ、こんな感じでやりすぎない、まあ、そこそこ自然で、えー、水平もですね後ろのビルなんか見ると、まあ、水平もまあこれでいいでしょう若干一度二度傾けてもいいですけどまあいいでしょうっていう感じなので、えー、これはこれで完成形でプリントするときれいかなというふうに思ってます。 はい次の写真はこちらですやはりあの飛行機写真皆さん撮っていくと夜景撮りたいっていうふうに皆さんおっしゃるんですよねで夜景ってやっぱりフォトジェニックで魅力的なんですけど正直結構難しいですであのこれ福岡空港の展望デッキですもちろんあの誰でも無料で入れるでなおかつ飛行機に最も近いと言われるようなあの手が届くところに大きな飛行機が来るあの新しくできた 展望デッキなんですけど、非常に魅力的なんですが。空港って、あの、ミックス港というか、いろいろタングステンとか、いろんな光源がですね、混じり合ってます。ですので、オートホワイトバランスですとか、えー、その場で色温度を調整してもですね、結局、後で。あの、自分で、現像で調整するしかない、色を調整するしかないっていうことが多いです。で、これ、ちなみに、あの、日本航空の新しいエアバス a ー三五丸という飛行機が駐機場に入っていくところ。を 撮影していますで、中気象の明かりこれご覧いただいてわかる通りちょっとオレンジっぽいんですよねなのでこれが、うん、実際はこの色かもしれませんただし、うん、私の頭の中だと、うん、ちょっと嫌だなともうちょっと白っぽい方がいいなとで、2つ種類ありますけど、えー、このカラーのところタブでですね色温度で調整する方法もありますこの、えー、色温度を下げたり上げたり、えー、数字を上げればオレンジっぽくなりますし下げれば えー、青っぽくなりますあとこのホワイトバランス、えー、この選択がありますのでこれをあのー、選択していただいてこの飛行機のところに向けますいくつかやれればいいんですけどこうやって今あだいぶ変わりましたね結構青っぽくなりましたこれちょこちょこやっていくと、うん、あこんな感じかな結構ナチュラルかなはいあのー、このホワイトバランス、えー、スポイトのマークをですね 飛行機のところに向けていただいて、まあ、白のところ白のところにいくつか当てていただくと、えー、こういう感じで全体的なホワイトバランスの色今これ色温度を見ると3 5 0 0ケルビンなので3 5 0 0ケルビンぐらいがちょうどいいのかなそうするとね空も青くなっていい感じになってきてますでまあこれだけじゃなくてさらにちょっといくつか調整をしたいなというふうに思ってますこの写真の問題点というかですねまあ現状しょうがないんですが飛行機の前にえー ライトが当たっってますで後ろの方はちょっと暗くなっっちゃってますなのでここをもうちょっとバランスを良くしたい、えー、なのでコントラストをですねちょっとんちょっと下げるか上げるか上げると強くなっちゃうのでちょっと下げていただいてハイライトハイライトこの白い部分をちょっと下げたいなと思います。これ調整難しいのが あんまりやりやすぎるとです、ね、コントラストを下げることにによってあの眠い写真になりますコントトラストを上げるとパキッとはするんですけどその代わり明暗の差が出てしまいますので結構難しいんですがでシャドウをちょっとシャドウを上げるとこの飛行機の尾翼あたりがちょっと上がってくると思います。あこんな感じですね、はい、という感じで上がってきてまたちょっとここが黄色っぽくなってきたのでこれはまた微調整かなというふうに思います。 でえー、そうですねこのカラーのところを調整してもいいんですがうん中間調をいじってもうちょっとブルーモーメント風にしてほんの少しですやりすぎるとダメなのでこのくらいかなそうすると空もいい感じでこの辺は好みなんですけどもうちょっとあの夕日が出ててマゼンタっぽいっていう頭があればこっちに振っていただいても。 ただしあの不自然にならない程度この,このぐらいですかねはいこれは好みなので私だと今そうですねえー、ちょっとブルーモーメントにしたいからこのぐらいかなはいという感じでえー、いい感じの白母の時間の中に到着してきた飛行機ということでですねえー、ちょっと調整をしていましたやはりあの有形はり形結構調整すると あの効果が出ますのであのただし露出に関してはですね UK 夜景ってあのそうすると明るくするとノイズがドバッと出てしまいますので UK 夜景の写真の難しさまたポイントっていうのはあの撮影時になるべく設定をバシッと決めていただく露出に関してはあの後で色調整はしてもいいですけどあんまり明るく暗く暗くはまだ、あ、暗くはまだマシですが。 え暗い写真を明るくするとノイズがドバッと出てしまいますので、えー、特に夕方はもう一便一便あの刻々と光が変わってきます、えー、シャッタースピードを落とさなきゃいけない ISO 感度を上げていかなきゃいけないという現象が生じますので撮影現場で一枚一枚丁寧に、えー、設定をしていただいてで、えー、明るさはなるべく変えない色だけ変えるというですねその調整だけに留めていただきたいというふうに思ってます。 またあのこの写真のポイントはあえて飛行機を真ん中ではなく飛行機を下の3分の1のポイントに置くことによって上の空を入れてます。いいまま上上いいよく飛行機写真あるんですけど飛行機を真ん中に置いちゃうと手前にフェンスが入っちゃうこともあるのでだったら上に上げてこの3分の1ぐらいですねこの場所に飛行機を置くっていうのも結構ポイントですので。 まああの黄金分割の一つ三分の一のところに物を置くっていうのもポイントですので、ぜひこれもですね撮影時に覚えておいていただければと思ってます。はい、えー、次のこちらの写真です。えー、撮影場所はですね、えー、羽田空港の北風のポイント、えー、川崎浮島といってですね浮島町公園という公園があります。 あの北風で着陸していく飛行機が取れるのとあと釣り人も結構いますあとあの D 滑走路が目の前に見えるのであの満月と飛行機の絡みなんかこれあの当然これ着陸機なので、まあ、この時点でですね斜め後ろですけど、まあ、時速200キロ以上出てますのでシャッター速度も落としたいんですけど限度がある、えー、流し撮りにしちゃうと後ろの背景がぶれてしまうので。 そこら辺の頃合いが難しいところなんですが実際撮影してみたらですねちょっと眠いというかあのもうちょっと綺麗なはずだったんだけどって、まあ、よくありますよこういう飛行機写真ってですので、えー、私の頭の中ですとこれだとブルーモーメントかもしくは UK っぽく変えていきたいどっちがいいかはちょっといじってから考えていきたいなというふうに思ってますですのであのー ちょっとコントラストをまずこれ上からいって露光量もいいんですけどコントラストちょっと上げるか下げるかちょっと上げるとですね上げてもやっぱりちょっと露光量が暗いから逆に明るくしてコントラストはそんなに下げすぎると眠いのでそうですねでここのポイントがえー、やはり色温度だと思いますこれ まあ撮影時設定だと思うんですが青くしたければこれを下に下げてきますそうするとこのブルーモーメントっぽくそれかオレンジっぽくしたければこんな感じですね今ちょっと両方試してみましたけど私の 頭の中ですこれだとちょっとうーんちょっと違うなとまだ時間的にこのブルーモーメントの時間には早いなと日没後この有形の色があの残ってるとブルーモーメントの色って結構難しいのでまだちょっと時間若干早いなとだったらこのまだ空にオレンジっぽい雰囲気が残ってるので色温度を上げた方がいいだろうとはいこんな感じで今ちょっと上げてますで、えー もうちょっと全体的にですねもうちょっと鮮やかにしたいなというふうに思っているのでサイドをゆっくり上げすぎるとダメなので上げていきます。自然なサイドこの地味なとこだけもちょっと上げます。でちょっとオレンジっぽくなったんですがもう一声欲しいなという感じはあります。えー、ですのでそうですねやはりこれもあの中間調でもうちょっと。 紫っぽい感じを入れてあげるとさらに雰囲気気がが良くななるだろううという気がしますよくあのこの調整ってこうやって後で色を作るのはどうなのかというたまに質問もありますけど昔はあの私フィルム時代からあのプロのカメラマンやってますけど昔はあのゼラチンフィルターっていうのを入れてですねこの色を入れてました。でででですので別にあの合成でもなんでもなく 正攻、あのー、法なやり方ですので、えー、フィルム時代もやっておりましたのでこれは全く問題ないというふうに思ってます。であと、えー、ここまでやるとですねちょっと飛行機小さいなとこの空の部分多いっちゃ多いなという感じもあるのでちょっと切りたいなと。であと水平線地平線が出てるとですね、えー、感じるんですけどこの右の部分の水の 量と左の部分が若干ほんの少しですけど、えー、右がちょっと多い、若干傾いてるとあのフォトコンテストとかですと重、えー、箱の隅をどうしてもつく、私いつもついてる方ですけど、えー、仕事でも疲れてしまいますのでちょっと傾きをですね直したいほんの一度直せばいい感じだと思います。あごめんなさいちょっと行き過ぎちゃいましたね。えー、グリッドが出るのでや,やりやすいんですがこのくらいですね。はい。 ほんの少ししし傾きを直しました、はい、あとは、まあ、ここに管制塔があるんですけど後ろの建物もあるのでこれでちょっと飛行機の翼を切っちゃダメなのでこんな感じかなそうするとある程度画面も締まりがあってこのこれ JAL の飛行機ですけど JAL の飛行機がバッといっぱいあるという感じになりました。という感じでえー これにするととだいいぶ仕上がりががりり変わってきたかなという感じがありますでここの水平をですね見ていただいてもさっきほんの一度ぐらいでしたけどあのー、やっぱりビルも建のは建てこの横のものは横にしていただきたいのでどうしても飛行機写真ってこの水平線地平線が出るので飛行機ばっかり見て追っかけてるとですね飛行機斜めに上がりますし斜めに着陸してきますので体が,体が傾いてしまいます。でなおかつこれはあの 公園なので撮影環境はいいんですけど、空港の展望デッキとかだとワイヤーがあるんですね。で、ワイヤーがあって右から左に動く飛行機、こうやって振っていくとですね、たまにどうしても体が傾いてしまうんですね。なので、えー、飛行写真、仕上がりが斜めになっていることもありますので、その場合はこの傾きを調整する、この切り抜きと回転ということでですね、調整ができますので、結構これ、あの どうしても飛行機写真数表きちっと出していただきたいので切り抜きと回転は使うソフトだと思いますのであの便利な機能だと思います。という感じで、えー、今の写真ですが、まあ、これで完成形にしてもいいかなというふうに思ってます。はい はい、えー、次のはこちらの写真です。えー、場所はですね羽田空港の、えー、第一旅客ターミナルビル、えー、日本航空がずらっと並んでるターミナルで向こう側にですね国際線第3ターミナルが見えます。でここ夕日のポイントとしてあの冬なんかは富士山が綺麗に見えますし、朝はあの純光になるので、えー、また雪山の富士山が綺麗に冬は撮れる場所なんですけど、飛行機写真難しいのがこのくらいの時間帯からなんですね。 どうしてもあの手前の中継場あと滑走路は光が当たってないので暗いですが後ろの,あの空は明るいということで結構あの難しいいシシチュエーションになってくると思いますで、まあ、こうやってあの中継する飛行機を撮りましたけど、えー、空がもうちょっと夕焼けっぽかったんですけど、えー、どうしても中継している飛行機に合わせてしまったので空が白飛びというかあんまり雰囲気が出てない色も出てないのでこれをちょっと調整してみたいなというふうに思います。でこの えー、ライトルームですがいい機能がですね、あのー、この「マスクで空」というのがあるんですねこのの空というのを選択するとですねはい今これ空が、はいあのー、出ました、えー、空が選択されましたのでここの明るさを そうですねハイライトを下げるあとコントラストをちょっと下げる下げると眠くなる上げると上げた方がいいですねこの場合ですねで色温度をああだいぶ夕日っぽくなってきましたね はいこんな感じであいいですね実際あの見えてた絵っていうのはまさにこうやって夕焼け空バックで、えー、手前に飛行機が駐機してるっていう絵だったんですけど写真に仕上げるとどうしてもあのダイナミックレンジっていって明るいところから暗いところまで人間の目ってやはり 優秀なのか頭の中で合成するのか分かんないですけどあの明るいところから暗いところまで印象が残りますがカメラってやはりその明るいところから暗いところまでって限度があるのでこれはやっぱりあの自分の思い通りの絵と違うっていう場合はですね後でこうやって調整していただくしかないと思います。ですので、えー、こんな感じで、あのー、今調整をしているところですがかなりもうこれで、えー、いい感じになってきたんですが。 そうですねこれでプラスあと手前の今これ空の部分だけを選択してますけど今これ有形ですが例えば空があの曇り空を青空にしろって言うとやっぱり不自然になってしまいますけど特にこうやってあの普通撮影時ですとあのハーフ ND があった方がいいとかですねでもハーフ ND って結構難しかったりですねあのしょっちゅう私も持ってるわけではないのでそうすると「ロー」で取っていれば あのー、で最近のカメラって私なんかはそうすると白飛びが抑えられてなおかつこうやってあの白飛びしそうな空の雲ですとかこういうところのデータがですね結構残ってるんですね。この写真もそうですけど最初は写真開いた時は、えー、空結構白飛び空にあ,のあんまり表情なかったですけど、えー、高輝度海峡優先をオンにしてるんで結構頑張ってくれて。 あの白いところが残ってるのでこうやって調整するとあの空の雲がもくもくっと出てきていい表情が出ましたので、えー、それもワンポイントかなというふうに思います。でこうやってあの空だけを使うとあ、まあ、空,の空をバックに撮る飛行機写真というのは非常に有効的に使えると思いますのでもうこれだけで結構雰囲気が出てきたかなと。で、えー、まあ場合によってはこのそうですねこの照明灯がちょっと気になるかなと,という場合、えー この飛行機の車輪を切っちゃまずいのでこの照明灯がないぐらいまで切りたいなということでえー、そうですねこんぐらいかなはいこんな感じで切ると照明灯もなくすっきりとした後ろの夕焼けも出て下も中期している飛行機が出てはいいい感じになって水平も大丈夫ですねはいあのー、自分の 撮影現場にいて、こういう夕焼けの中に止まってたという絵が出たばっかりの写真ですと難しかったですがちょこっといじることによって空だけを調整することによってこのマスクの機能ですね使うことによってあのいい感じの写真に仕上がったかと思います。 はい、えー、皆さんいかがでしたでしょうか、えー、ライトルームを使った、えー、ロー現像、えー、画像処理の仕方をいいくつか解説させていたた。だきましたもちろんあの今日使った機能はほんの一部ですし、えー、私も使ったことがないようないろんな機能が満載しているのであの私も本を買ってですねいろいろ、えー、こういう時どうしようというふうにあの覚えきれないぐらいの機能がありますので。 あの使いいこなしていただければい、えー、いろんなこととができると思いますただし先ほども申し上げました通り、ありやりすぎは禁物なのでもう色がギットギトの写真が結構、えー、フォトコンテストでも多いのでやりすぎにぜひあの注意しながらやっていただければと思います。またあの撮影の、えー、撮影時の設定が重要なのであのそこはあの手を抜かないようにしてで、えー、最小限と言ったら大げさですけど。 適度な画像処理を心がけて、で、プリントもきれいにプリントしていただければと思います。という感じでですね、あの、こうやって画像処理、きれいにしたものを、えー、プリントを応募していただければ、いろんなフォトコンテス,フォト,コンテストですとか、あと、空港のですね、あの、写真コンテストなどなど、私、審査員をやらせていただけますので、ぜひ皆さんの写真、あの、見たいと思いますので、ご応募いただければと思うのと、あと、航空写真、やっぱりここ10年でですね、非常に人口増えてます。なので、 あの空港の展望デッキにまず行っていただいて、えー、手軽に写真撮影していただいてでそこからあの興味がありましたら空港の周りのポイントなんかもありますので是非そんなところにも足を伸ばしていただければと思ってます。えー、まままたたお会いいいできればとと思いますありがとうございました